今回ですね、9月入学問題で大学の学生駅伝どうなっていくのかっていうテーマでね、お話ししていきたいなというふうに思います。今世の中ね、入学時期が9月になるんじゃないかっていうふうに噂されているので、まあ、そうなったことによってね、大学駅伝かなり状況が変わってくるのかなと思いますので、その話をしていきたいなと思います。マツランチャンネル萩です。今日はですね、9月入学制度が導入されることによって大学のね、三大学生駅伝がね、どう変わっていくのかっていうね、話をしていきたいなというふうに思います。まあ、僕が思うにね、相当状況はね、ガラッと変わるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今ね、巷でこういろいろ言われてるのが、9月入学制度、これをね、このタイミングで導入した方がいいんじゃないかなっていうね、話がいろいろされてますよね。まあ、世界的に見るとね、9月入学の国が比較的多いし、日本もね、やっぱグローバル化、学生の子たちが海外留学するためには、やっぱそういった基準に合わせていった方が取り入れやすいよっていう話で、まあ、メリットもね、あったりとか、まあ、昔からね、こうずっと言われてるんですけども、まあ、僕個人的なね、思いとして言うと、やっぱね、日本って昔ながらの伝統とか歴史とかって重んじる国じゃないですか。となるとね、やっぱ3月、4月、桜の季節の卒業式とか入学式ってやっぱなんかね、思い出がありますよね。まあそれがなくなっちゃうのがね、ちょっと寂しいなっていうふうに思いはあるんですけど、まあそれはね、別に僕の感じは別に構わないんですけども、今回のテーマとしては、まあ9月入学制度が導入されると、まあ大学のね、三大駅伝がどうなっていくかって話なんですけども、まあ今日ね、ポイントとしては3つですね。まあ、大学三大駅伝は、出雲駅伝と、全日本駅伝と、箱根駅伝。この3つがあるので、ここにフォーカスして話していきたいなというふうに思います。で、そもそもいつ開催されてるかってところなんですが、出雲駅伝と箱根の予選会は、毎年10月に開催されてます。で、全日本駅伝に関しては、その翌月の11月に開催されて、箱根駅伝は1月、お正月にね、開催されるっていうふうに流れなんですけども、これを見ただけでもね、みんなさ、親と思ってると思うんですが、9月入学なった場合、もう入学してすぐ、その翌月10月に、出雲駅伝と箱根の予選会、このビッグイベントがバーンと、こう、始まるわけですよ。そうなると、気になるのは、やっぱルーキーですよ。新1年生の起用がどうなっていくのかっていうところですよね。やっぱここがね、問題になってくると思うんです。まあ、僕が思うに、まあ、出雲駅伝と全日本駅伝に関して言うと、比較的ね、距離が短いので、箱根駅伝と比べると距離が短いので、まあ、高校生の時にもね、都大路で1区とか3区、4区、10キロとか8キロぐらいの区間を走ってたランナーであればね、すぐに対応できるのかなっていうふうに思います。まあ、それもね、やっぱ一部のトップランナーに限って、だと思います。とインターハイで入賞するランナーとか、宮古寺1区でね、まあ本当区間1桁ぐらいでね、帰ってくるようなランナーであればね、もともと走力あるし、距離へでもね、対応できると思うので、いきなりね、入学してすぐ1ヶ月後に出雲の駅伝出場してスーパールーキーってね、言われたりすると思うので、多少ね、距離への不安は解消されるので対応できるかなとは思うんですけども、やっぱね、1年生の起用される率っていうのはやっぱ減ってくるかなっていうふうに思います。出雲、全日本両方においてもね、まあ、入学していきなりね、1ヶ月2ヶ月でそのビッグイベントをやるっていうのはやっぱプレッシャーにも相当大きいんでね、かなりね、総力のあるもうランナーじゃないと厳しくなってくるのかなっていう気もします。まあ、ただね、まあ、箱根に比べると距離が少ないので、まあ起用されることはあるのかなっていうふうに思います。ただ問題はやっぱり箱根駅伝ですよ。で、特にね、箱根駅伝の予選会、もういきなり10月にこう開催されるわけですよね。で、距離がね、今、ハーフ20キロぐらい、ハーフマラソンの距離を今走ってるわけですから、高校卒業の仕立てのランナーに立って言うと、やっぱ距離への不安っていうのは拭えないのかなっていうふうに思うんですよね。で、高校生って、やっぱ注力を注いでいくのって、まあ、インターハイだったり、まあ、あとは都大路、まあ、インターハイね、注力注ぐランナーが多いのかなと思います。そうなると、1500メートルと、長くても5000メートルなわけですよね。なると、練習のトレーニング内容においても、距離走っていうよりかは、比較的スピードトレーニングのインターバル、もしくはペースランニングをやったとしても、ちょっと距離が短い。長くても1万2000メートルとかぐらいなのかなと思うんですよね。いや、高校生のうちからね、ハーフマラソンの大会にバンバン出るランナーっていうのは、まあいないと思います。まあ出場する自体がね、やっぱ少ないと思うし、出場したとしても、まあトレーニングの一
間でハーフマラソン出るっていうことぐらいはね、あり得るかなと思うんですが、記録を狙うためにハーフマラソン出るっていう高校生はね、少ないのかなと思います。やっぱインターハイで結果を残すっていうところなので、5000メートルっていうところにフォーカスしたトレーニングをしていくのでね、まあそんな状態で大学に入り、1ヶ月後に20キロ、初ハーフマラソンが箱根予選会って相当プレッシャーがかかってくるのでね、1年生の起用のリスクっていうのは相当高まってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、今までの流れからすると、4月入学の場合であれば、まあ高校生に培ったスピードをね、まあ春先トラックシーズンに活かして、まあ、カンガルとか、ゼンカルとか、こう、戦っていく。で、まあ、夏ですよね。夏に、夏合宿っていうものを大学、どの大学も行うので、ここで初めてね、しっかりした初めての距離走っていうのを行っていくのかなと思います。この合宿でしっかり走り込みをする。で、僕もね、大学入って1年目の時に、初めてね、30キロ走をやったわけですよ。で、1日に2本距離走をやるっていうのは、当たり前だったし、その日の午前中に30キロ走やって、午後の練習は25キロの黒間走とかね、うわ、こんな連チャンで距離走詰め込むんだっていう思いがあったんですけども、まあそこでね、夏合宿で初めて距離を踏むっていうところ、月間で1000キロ走ったりとかね、すると思うんですけども、そこでしっかり走り込んで、秋口ね、こう涼しくなったタイミングで、ハーフマラソンでしっかり記録を出し、もう一度、秋冬で合宿をやる。箱根駅伝前にしっかりもう一度合宿を行って、走り込んで、そこで生き残ったメンバーが、箱根駅伝に出場するっていうね、の流れだったと思うんです。なんで4月に入学したとしても、半年からね、8ヶ月ぐらいの期間があるので、まあ、ルーキーといえどもね、やっぱ距離を踏む期間ってすごい長いんですよ。なので、箱根駅伝本ちゃんでもスーパールーキーとしてね、1年生が活躍する光景っていうのはね、こう見にしてすることがね、できたと思うんですけども、今回9月入学になってくると、そのね、ルーキーの起用がやっぱ厳しくなってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ましてや、こう箱根予選会って本気でこう取り組んでる中でね、いきなり初マラソンでルーキーを使うって、かなりね、難しいのか、なって思うんですよね。で、まあ、箱根駅伝の予選会で言うと、トップのね、10人がこう計測されて、残りのこう何名かは、こう補欠として扱われるので、そこのタイミングで1年生を何か使うっていうのはあるんですけども、となるとやっぱ2年生、3年生、4年生で、ある程度見込めるチームっていうところであれば、1年生をポンとこう使ってみるとかね。あと箱根駅伝予選会はもうある程度見えてるよって大学であれば、1年生をこう使ってくるんですけども、本当ギリギリの大学とかであると、1年生を使おうか2年生を使おうかってこう悩んだ時には、やっぱしっかり1年間走り込んできた2年生を使おうとかね。こういった風になってくるのでね、1年生の起用はね、極端に減ってくるかなと思います。箱根予選会においてはね。いるかなと思います。で、箱根本戦ですよ。本戦といってもやっぱ9月に入学してもう4ヶ月ぐらいしかこうなくなってくるんでね、その期間でしっかりハーフマラソンを走れる力をつけられるのかっていうところですよね。で、もともとね、走力があってインターハイ入賞とか宮小路1区でこう区間一桁で走ってくれるようなランナーであれば、ある程度のもうポテンシャルがあるので、距離走をね、ポンポンとこう入れ込むだけで20キロぐらいだったらカバーできるとは思うんですけども、やっぱね、一部のほんとスーパールーキーに限られてきちゃうのかなというふうに思うんですよね、箱根本戦で。で、今までで言うと、やっぱ箱根駅伝予選会も本戦も1年生を使わない大学って、まあないんじゃないかな。最低でも1人はどこの大学もやっぱ使ってくると思うんですけども、9月入学になってくると、1年生を使わない大学っていうのは出てくる可能性があると思います。もう間違いなく1年生の起用は減ると思います。まあそうなってくると、やっぱ1年生から4年間連続で箱根駅伝出るっていうのもやっぱすごい難しくなってきたりするし、まあ選手自身の高校卒業式のモチベーションですよね。まあそこがね、こうどう繋がっていくのかなっていうふうに思うんですよね。で、もしかしたら、まあ9月入学制度が導入されると、大学のね、学生三大駅伝の日程がこう変わってくる可能性もあるし、まあ高校の時の大会のスケジュールも変わる可能性がありますよね。まあ9月入学で卒業式がいつになるかも分かってないし、まあインターハイもね、もしかしたら夏じゃなくもうちょっと春先にね、やる可能性が出てきます。そうすると、春先のインターハイが終えて、夏まで、大学までに入る期間をもう距離走を踏むとか、足腰を鍛える期間のトレーニングに移したりね、そういったこともできるのかなと思うんです。夏卒業ギリギリ前にインターハイがあると、やっぱそこで結果を残したいから、5000メートルに注力を注いだり、
するので、比較的距離を踏めなかったりするんですけども、まあ、それをすることによってね、いろいろと高校時代のトレーニングの仕組みとかもやっぱ変わってくるかなっていうふうに思うんですよね。まあ大学スカウトに関しても、やっぱギリギリ最後の夏のインターハイが終わってからスカウトっていうのはやっぱ難しいから、その前のタイミングでね、ある程度目星をつけていけないので、まあ主要のね、高校生の時のタイトルができるか、大会とかはちょっとずれ込んだりする可能性があるのかなっていうふうに思います。まあ9月ね、入学制度が導入されると、箱根のね、予選会、本戦ともに、1年生の起用はね、間違いなく減ってくるのかなっていうふうに思います。で、僕がね、気になったのはね、最後1個なんですけども、もしね、9月入学制度が導入されると、もしかしたら、箱根駅伝が最後のね、駅伝じゃなくなる可能性も出てくると思うんです。大学生にとってね。その可能性がね、出るかなと思ってるんです。まあ、1月に箱根駅伝が、終えて、基本的には箱根駅伝を最後の大会として4年間終えるっていうランナーも比較的多いし、まあそのままね、実業団に進むっていうランナーでも、大学での箱根駅伝、大学での駅伝は箱根駅伝が最後っていうランナーも結構いると思うんですよね。まあその後にね、都道府県とかね、いろいろ地元の大会とはあるんですけども、まあ箱根駅伝を最後にするっていうね、ランナーも結構多いと思うんですけども、それがね、そうじゃなくね、可能性が出てきますよね。1月から卒業まで、まだ先になるわけですかね。いろんな大会があるので、となるとね、やっぱ選手自身の箱根駅伝っていうものに対しての思いとか感情とかも僕はねちょっと変わってくる可能性があるんですよね。まあお正月に箱根駅伝があるっていうね、もう伝統があって、それに対して目標としてやってくるランナーもいると思うんですけども、それともう一つ大学の最後の駅伝、箱根駅伝っていう考え方もやっぱ結構あると思うんです。で、僕も大学入学した時に箱根駅伝出場することを目標としてましたし、もうほんと細かく言うと、最後の4年生の時に箱根駅伝を走って、それを最後の駅伝として陸上を引退しようっていうふうに決めてたぐらい、やっぱそういった思い入れがあるので、箱根駅伝がね、もしかしたら最後の駅伝じゃなくなってくると、やっぱ箱根駅伝に対しての価値観がちょっと変わる可能性がある。まあ今ね、所属している子たちの感情に関しては、そこまで大きく変わらないとは思うんですけども、これから箱根駅伝を目指すような、例えば今小学生とか中学生の子たちからすると、箱根駅伝の思い入れは変わる可能性がありますよね。春先とか夏ぐらいにビッグイベントの駅伝とかが開催されるように大学がなってきたら、そっちにね注力そうであるフォーカスしたりする可能性が出てくるので、今後ねちょっと大学のね学生駅伝の価値観ももしかしたら変わってくる状況にあるのかなっていうふうに思いますね。まあこれはねどうなるかわからないし、9月入学制度が導入されると、まあスケジュール、大会のスケジュールもどんどん変わってくると思うんです。まあ大学も管轄前からねタイミングもいろいろ変わると思うし、高校生の総体のね期間とかもいろいろ変わってくる可能性があるので、まあどうなるかわかんないんですけども、現状9月入学のそのままのスケジュールでいくと、まあ1年生のね起用に関してはかなりリスクあるので減ってくるのかなっていうふうに思ったりしますね。まあこれに関してもね、まあ、随時ね、ちょっと新しい情報があったらね、追っかけてお届けしていきたいなというふうに思います。